申し遅れましたけれども、私あの本日の司会進行し務めさせていただきます生産局技術普及課生産指導対策室長の吉田でございます。よろしくお願いいたします。本日オンライン会議なんですけれども、農業関係団体関係省庁、都道府県の農作業の安全の担当者の方などですね、実に約200人の方名の方にですねご出席ご参加いただいております。ありがとうございます。 この会議の様子なんですけども、後日、農林水産省のホームページにおきましても、動画配信という形で,です、ね、提供させていただく予定にしておりますので、ぜひ現場の方々とです、ね、意見交換する際にもご活用いただければというふうに思います。 初めにあの本日の会議の進め方でございますけれども、少しあのウェブ会議でございますので、注意事項がございます、あの4つの議題を用意してございますけれども、基本的にはそれ、4つの議題終わるごとに、1つずつ質疑の時間を取って、のその記憶が新しいうちに、質疑時間という形で意見交換させていただきたいなというふうに思います。でまた、最後終わった後にも、もし時間が許せば、少し全体の,その質疑応答の時間も用意したいなというふうに思います。 あのやり方なんですけれどもあの、発言を行うことを前提として、あの事前に登録していただいた方、いらっしゃいますけれども、あのそのご意見とかご質問がある場合はです、ねあの、ズーム上の手を挙げるというボタンを、えー、クリックしてください、えー、そうすると私の方でこで画面で確認できますので、私から指名させていただきますので、その後あミュートを解除してからあのご発言するように。 してください。まあ、ちょっと最初慣れないうちは難しいかもしれませんけれども、あのこういうウェブ会議ですけども、ね、ぜひあの積極的にですねご発言いただければ大変ありがたいという,ふうに思います。よろしくお願いいたします。<laughs> それではあの早速議題に入りたいと思います。まず一つ目でございますけれども、令和3年の農作業安全確認運動の展開につきまして農林水産省よりまず説明をいたします。 では、令和3年の農作業安全確認運動の展開につきまして、ご報告、ご説明させていただきます。資料の方は、資料1をご覧ください。資料1とですね、ほに資料1の参考資料がございますけれども、こちらの方は、後ほどご確認、ご参照いただければと思います。では、1ページめくっていただきまして、次のページをお願いします。農林水産庁におきましては、 農作業中に起こった死亡事故の状況につきまして、毎年です、ね、厚生労働省の人口動態調査の死亡公表というものを用いまして、その実態を把握する、農作業死亡事故調査というものを行っております。これを使いまして、まずは農作業中に起こった死亡事故のです、ね、状況について、皆様と共有したいと存じます。 でこの資料を見ますと、えーまあ、これですね、先ほど政務官からもご発表がありましたように、令和元年の結果が取りまとまりまして、昨日公表したところでございます。でえー、令和元年の農作業死亡事故者数は281人ということで、前年、平成30年と比べまして、7人の増加となりました。で年齢別に見ますと、 この左の図でございますけれども、えー、65歳以上の高齢者の割合が88%を占めておりましてこの割合調査開始以降で最大となってございますまた右の図でございますけれども就業人口10万人あたりの自己死亡者数これは16.7人この赤い 折れ線の方ですけれども、調査開始以降で最も高い水準というふうになっておりまして、これ、平成29年と同率でございますけれども、いずれにしても多産業との差は拡大傾向にございます。この傾向につきまして、就業人口を 農業就業人口に占めるです、ね、65歳以上の高齢者の割合がやはり他産業よりも大きいということが原因ではないかと思われる方もいらっしゃるかと思うんですけれども必ずしもそ,うそれを言い訳にできないなと我々考えてございまして次のページよろしくお願いいたします、うん、こちらの方は交通事故の発生状況につきまして警察庁の方でまとめられた統計でございます。うん、我が国のです、ね、社会全体 高齢化している中におきましても、交通事故死者数につきましては、近年、大幅な減少を実現してございまして、令和2年には初めて3000人を下回って、ここに書いてありますとおりです、ね、2839人となったところでございます。また、人口10万人当たりの高齢者の死者数、これ、右の図でございますけれども、直近10年間で半減ということで、8.58人だったものが4.45人となっているという状況でございます。まあ このような状況を、農業についても、やはり実現していく必要があるのではないかなどと考えてございます。 次は続きまして、レバガが、ね、発生した農作業事故のうちのです、ね、要因分別の分析でございまして、これ見ますと、事故、赤い帯でございます、左の図のですね、農業機械作業にかかる事故が184人ということで、65.5%、最も高い状態が継続してございまして、農業機械作業の安全対策の強化というものが急務になっていると考えてございます。 でこの農業機械作業にかかる事故のうち乗、えー、用型トラクターにかかる事故というものが赤枠で、えー、四角く埋っておりますけれども80人と最多でございますでさらにこの80人の内訳を見たのが右のグラフでございますが、えー、中でも機械の転落転倒とございますがトラクターで、えー、転落するというものがです、ね、死亡者57人と最多となっておりまして 常用型トラクターの転落転倒事故対策というものが引き続き重要でございます左のグラフに戻りまして機械施設以外の作業にかかる事故青い帯でございますけれどもこれを見ますと熱中症が29人ということで熱中症調査項目とし調査の項目としてですね抽出したのは平成16年が初めですけれどもそこから見てですね2番目に高い水準となってございます過去最大は平成30年の43人でございました 近年、ですね、この大きな死亡事故要因となってきておりまして、対策の強化が必要でございます。次、お願いいたします。ではこのような農業機械作業に係る死亡事故の割合が高いという状況を踏まえまして、令和2年に農作業安全確認運動の目標といたしまして、農業機械作業に係る死亡事故を令和4年までの3年間で平成29年比で半減する、 つまり211人であるものを105人にするという目標を策定いたしまして、対策を集中的に行うこととしたところでございます。今般、発表いたしました令和元年の農業機械作業にかかる死亡事故者数は184人でございますので、この対策期間、集中対策期間の前ではございますけれども、目標の達成に向けて、令和3年においても農業機械作業への対策の強化が必要であるというふうに考えてございます。 次に令和2年の,その取り組みにつきましてご報告いたししまます令和2年につきましても、見直そう農業機械作業の安全対策というテーマを掲げましてです、ね、乗用型トラクター乗車時のシートベルト、ヘルメットの着用徹底でありますとか、安全装備の整備促進、その他、さまざまな取り組みを行ってきたところでございます。 まず安全フレームの追加装備、シートベッド、ヘルメットの着用徹底の呼びかけでございますけれども、農業機械メーカーをはじめまして、各参加主体におきまして、積極的に取り組みを展開いただきました、これまた別途報告していただきますけれども、1つの具体例といたしまして、左の方の写真ですね、ご覧いただきますと、新聞広告において安全フレームやシートベッド等の装備の買い替え。 と呼びかけけてございますけれども中にはですねあの極めて廉価で、えー、安全フレームの追加装備を、えー、促進していただいたり,です、ねえー下取りい、安全フレームについていないものの下取りをです、ね、積極的にやっていただいて、廃棄していただくとか、そういった取り組みもです、ね、やっていただいているところでございます。 また農林水産省におきましても真ん中でございますけれども、えー、委託事業を使いまして、えー、安全フレームの追加装備を行った農業者の方々これを対象にです、ね、アンケート調査などを行いまして、えー、どんな効果があるのかとかですね、えー、その後の意識変化とかそういったものを回,回収しておりますまたこちらにつきましても後ほど別途報告いただくところでございますまたあのポスター、えー、とあるいはステッカーの作成配布でございますけれども、えーポ 昨年こういったものを行いましたポスターにつきましてはコンテストの応募を188点の中からですね、農林水産大臣賞等々を決定いたしまして秋の運動参加の期間を通じて約 3, 6 3万6千万枚配布しておりますちなみにこの昨年につきましてはですね、過去10回のコンテストの中で初年度について2番目に多い応募数をいただいたところでございますステッカーについては52万枚を配布したいところでございます次お願いいたします また事故情報の取り組み、収集、分析というものがですねあらゆる事故防止の取り組みを進める上で重要であります、そのため、農業機械メーカーをはじめ、それからすみません、都道府県、農機メーカー等々です、ね、から怪我を含めた農作業事故情報の収集、分析、報告の取り組みを強化いたしました令和2年6月分から、報告をですね随時報告していただいてたんですけど毎月定期的に報告いただくようにしました。 この結果、ですね令和2年分の報告件数は、前年に比べて倍増となっておりまして、下左下の図でございますけど報告件数167件が326件になってございます。 でこれらの情報をですね、農研機構革新工学センターというところにおきまして分析を行うとともにですね、我々の方としてもですね、情報の即時性ということで農林水産省が直接農業者に有益な情報を届けるために昨年からマフアプリというものを アプリケーションとして活用してございますけれども、こちらの方にです、ねえー、随時、毎月注意喚起の情報を載せているというところでございます、その実績につきましては、右の図にありますとおり、6月から12月まで、今まで,です、ね、6件以上の発信をしている、その右にありますのが1つの12月分ですけれども、発信例でございまして、12月に発生したものは8件と。 でその中でも、ですね、典型的な事故例ですとか、注意すべきポイント、例えばこの場合は草刈り機ですけれども、えー、エンジンを止めないで点検を行ったので、えー、急に刃が動き出して負傷したとか、そういったものがありますよということ、あるいはもっと具体的にはですね、対策へのリンクなども掲載して、注意喚起をしているところでございます。まあ、このようなところでございますので、引き続き都道府県、あるいはメーカーの皆様におかれましては、事故情報の報告、収集に努めていただければと思います。 次に、農作業安全協議推進協議会の設置県段階ですとか地域段階において農作業安全対策を効果的に講じていくためには、えー、行政だけじゃなくてです、ね、生産者団体あるいは農業資材販売店など関係機関が事故、えー、情報あるいは普及啓発方式をです、ねえー、方策を共有して一体的に取り組んでいくということが重要でございます。 本年の農作業安全確認運動、令和2年でございますけれども、協議会等の設置の取り組みを強化いたしまして、県段階では1県増加の全国40都道府県で,です、ね、設置が完了してございます、さらに2県で設置を検討中ということで、引き続きです、ね、我々としても働きかけと、それからあのまたさらに都道府県の先のです、ね、地域段階での協議会等の設置の強化を推進してまいりたいと考えてございますので、ぜひ地方の皆様におかれましたご協力をお願いいたします。 次お願いいたします。このような協議会で,です、ね、具体的に活用可能な取り組みについて2例紹介したいと思いますコロナ禍の活動になりますとです、ね、オンラインを活用するとかです、ね、距離を十分に取ってマスクを着用するとかいろいろな対応も必要でございますけれども工夫して活用していただければと考えてございますその1つが対話型農業農作業安全研修ツールでございます こちらも農研機構の方で開発されたものでございますけれども、これまで蓄積された事故情報をもとにです、ね、地域の指導者が農業者とコミュニケーションを取りながら、リスクに合った対策を自ら選択していただくことが可能なツールになってございます。 で右の上から右下にかけてステップが書いてございますけれども、えー、農家が使用している機械ごとに事故の元になるヒアリハット体験をアンケートでまず検出していただいて、まあ、例えば、あ、え、ぜ、ー、道の境目が分からなくて危うく転落しそうになったというものにつきましては次のステップにヒアリハット体験があったものについての対策リストを コミュニケーションの中で選定していくと、機械、作業方法、作業環境等々、例えば安全キャブフレームをつけるとか、ですねそういった対策の中から、ステップ3、できるものを選択していくということで、話し合いの中で決まった取り組みをです、ね、安全の取り組みを安全宣言として作業場に掲示していくと、こういった使い方が期待できるものでございます次お願いいたします。 もう1つ、高齢者等に危険な作業を理解していただくためのツールといたしまして、高齢者事故、多発していることを踏まえまして、農水省の令和元年の補助事業によりまして、このような映像指導ツールを開発しております。で映像は昨年6月から YouTube で公開されてございます。 例えばこれの中では高齢農業者とそれぞれ所有するトラクターにカメラをつけまして自宅出発から補充までの作業ですとか記録あの帰宅までの映像を記録いたしまして模範的な取り組みの例ですとか危険,な取り組みあの危険な場所あるいは危険な行為といったものをです、ね、解説してございますこういったものもです、ね、ぜひあの農業者への指導等に使っていただければと思います次お願いいたします。 では、令和3年の農作業安全確認運動の運動方針についてでございます。運動方針につきましては、えー、正式にはです、ね、参,考資料と参考資料の1として通知を添付してございますので、えー、後ほどまたご参照いただければ幸いでございます。で具体的な方針の1点目は、ここに書いております、総理ですけれども、乗用型トラクター乗,乗車時のです、ね、シートベルト、ヘルメットの,てあの着用徹底でございます。 シートベルトを着用することでですね、死亡事故の発生を大幅に削減できることですとかあるいはそうあの交差点等のない道路でですね、走行中に推測されることによる事故が多発しているといったことがですね、分かってきましたでそのデータというのはこの下にございますけれどもこちらは交通事故総合分析センターの統計から集計したものでございます。 これ左の方を見ていただきますと死亡事故ですとかあるいは怪我、軽傷事故をすべて合わせたものでかつ農耕用作業,農耕作業用の特殊車でございますのでトラクター等のデータでございます、これが道路等です、ねえー、起きた交通事故、どれだけあるのかというものを見たもので、えー、全体では963件、えー、左上の図でございますけれども、ございますそのうちの、ね、466件は、えー、車両相互の追突でございます。 しかも、ですね、短路、これはあの交差点とか踏切じゃない、あのカ,まあ、カーブとかまっすぐの直線とか、そういう普通の道路で,です、ね、起こったもの、これが4割を占めてございました、401件でございました、これでさらにですね、死亡事故の方を見てみますと、下の図でございますけれども、これちょっとあのデータ、ちょっと修正してございますけれども、170件、えー、合計で死亡事故がこの5年間で,です、ね、発生してございます。 そのうち単独事故の路外逸脱によるものが89件と 52.、52.4%を占めてございます、つまり、えー、怪我によるものと含め,含めると、1日が多いんですけれども、死亡になると単独で路外に、つまり道路からこけ落ちるというものが多くなってございます、すなわち転落転倒している、トラクター等で転落転倒しているということが分かるものでございます。 また、えー、右の図でございますけれども、シートベルトを着用していたかどうかで、えー、死傷を、死亡したのかどうかというところのデータを抽出いたしました、これ見てみますと、合計で,で、ね、746件の死亡事故をまあ、死亡を含めた怪我の事故を、怪我等の事故も含めて、えー、発生してございます、その中で一番上、シートベルトの着用をしていたものが93件ございまして、 中でも、えー、死亡したものが3件でございました。これは比率にすると3.2%。それから。えー シートベルトを着用しないで事故を起こしたものが604件ございまして、その中で死亡に至ったものは148件ということで 24.、24.5%でございます。すなわち、シートベルト着用した場合は3%だけれども、試着用であるとあれば24%を死亡するということで、8倍ぐらいの死亡率の差があるということ、こうしたもの、こうしたデータをです、ね、分かりやすいパンフレット等にして、協議会等を通じて現場への周知を進めたいと考えてございますので、ぜひ活用いただければと存じます。 取り組みの2点目は、安全装備、えー、行動走行等のです、ね、透過機とか、安全フレーム等の整備促進でございます。で安全フレーム等のない常、ね、用型トラクター、安全フレームというのは左下の図にあるものでございますけれども、これが依然として一定程度存在することから、えー、令和2年度農林水産省の調査、あこ,れこちら、あの先後ほど報告していただくものでございますけれども、その時に発、えー 発覚したといいますかあの、調査した農業者に対するヒアリング結果等も活用いたしまして、ですね安全フレームやシートベルト等が装備されていないトラクターの所有者への働きかけができるパンフレット等を作っていきたいというふうに考えてございます。また、あの新しいステッカー、ですねあの右の方にデザインを載せておりますけれども、こういったもの、それからポスターにつきましても、右下でございますけれども、安全フレーム付きトラクターの利用に特化したテーマ、 等々でですね、えー、ポスターを募集したいと考えてございます次お願いいたします次は、えー、農作業,あ農業者がですね、えー、自ら積極的に安全対策を講じるためにですね、えー、農作業安全指導員というものの育成を図るというものでございます 農業者が農作業事故を自分ごととして捉える意識改革が必要でございまして、こうした意識改革を促す環境のためにはです、ね、やはり研修の体制整備というのが非常に重要でございます。農林水産省といたしましては、令和3年度予算案におきまして、新たにです、ね、農作業安全指導体制の構築を行うということで、そのための事業を計上いたしました。上半,ね、上半期に、そののそための講師、農作業安全指導員を、 育成するための講師を育成いたしましてさらに下半期、その方々にですね各県飛んでいただきまして50名規模各県50名規模ですので大体2000何百人かの農作業安全指導員という方々を育成いたしますでそ,れをその方々にですね今度は令和4年におきまして各県でですね農作業安全の指導を行っていただくということを想定してございます。でこの 左下でございますけれども、農作業安全指導員の対象者例といたしましては、例えば営農指導員ですとか、それから農業機械士、農機販売店の販売員さん、普及指導員、あるいは労働安全衛生コンサルタントのプロの方といったことを想定してございます。これに向けて、ですね、各県の協議会におきまして、ですね、指導員候補者のリストアップ作業等々、ご協力いただければと考えてございます。 次はあの熱中症対策でございます。先ほどのデータにもございましたように、えー、近年、農作業中の熱中症による死亡事故が多発してございます。まあ、これを踏まえまして、えー、我々も何かあの強化していきたいと考えてございまして、えー、具体的にはです、ねえー、ここにあるマフアプリの活用でございます。ここれれをあの重点的にやっててていいいきたいと考えてございまして、えーこれえー 作業当日に熱中症リスクのあるところに、えー、農業者にちょあのマップアプリを通じて、熱中症警戒アラートをー、うん、発信したいというふうに考えてございます。この熱中症警戒アラートでございます。けれども、えー、環境省と気象庁で、えー、令和三年から本格運用されるものでございます。熱中症警戒アラートというものは、えー、普通の温度だけではなくてです、ね、湿度も。 加味しまして熱中症にかかりやすい程度を示すことができる指数でございますでこの指数が33度を超えたときに熱中症警戒アラートということで全国的にです、ね、発信していくことになってございまして この熱中症アラート、毎日必要なところに出てくるわけでございますけれども、マフアプリの方でもですね、農業者向けのスマートフォンの中で、アプリの中で通知、プッシュ通知をしていくということが可能になる予定でございます。 これがあれば、マフアプリの中で、ですね農業の面でですね有益な情報、を他にも入ってくる中で、こういった熱中症警戒についても、情報をゲットできるということで、ですねぜひ各県協議会等におきまして、マフアプリの登録拡大にご協力いただければと思います。まだまだですね本年2月現在ですけども、まだ1.3万件という数字になってございますので、ぜひよろしくお願いいたします次お願いいたします。 続きましては、えー、農業者のお、えー、<coughs> 規範の働きかけでございます、あるいはギャップの周知実践でございます。えー、農林水産省におきまして、今年度有識者会議でのご議論を経まして、安全のために日々留意すべき事項と実行すべき事項を、えー、事業者向けと、また事業者を構成する事業者団体向けに整理した、えー、農林水産業、食品産業の作業安全のための規範を作成いたしました。 これ何が書いてあるかと言いますと4つに分かれておりまして1つとして共通規範、作業安全に関する基本的な考え方を整理したもの個別2つ目として個別規範分野ごとにですね農業あるいは漁業等々ですね具体的な事項を整理したものそれを個別規範の各項目をですね自己点検するためのチェックシートそれから4番として解説書その詳しい解説でございますそういったものを作ってございます。 でこのチェックシート、真ん中にございますけれども、えー、これを使って、ですね、ぜひのあの現場の農業者の方、あるいは農業者団体の方が、ですね、えー、自分の自己点 安全対策、しっかりできているか、点検に使っていただくような形にしていただければと思っておりまして、右でございますけれども、ポスター、チラシの形での掲示、あるいはです、ね、行政等においてクロスコンプライアンスということで、幅広い事業において安全対策の実施、あるいはこのチェックシートの活用といったものを要件化、あるいは努力義務化していきたいというふうに考えておりまして、すでにいくつかの分野では進めているところでございます次お願いいたします。 参考といたしまして、その解説書の一例を載せてございます。 これはです、ね、個別規範の1つ、機械や刃物等の事情点検、整備、保管を適切に行うというものでございますけれども、じゃあ、それ、具体的に何をすればいいのかということが書いてございます。で必要性があって、具体的内容が書いてある、で中にはです、ね、具体的内容の中には、例えば機械の掃除や修理を行うときには原則機械を停止しましょうといったことがです、ね、真ん中たりに書いていたりして、ポイントを書いてございます。また、取り組みの参考といたしまして、点線で囲っている部分でございますけれども、労働者を使用する 事業,事業者であれればです、ね、適用される法令上の主な義務等についいいてても書いてございます、まあ、例えば、法律であれば定期的な自主点検をすることなどが、えー、法律で義務付けられていると、でこうしたことを書いたのは、1つには法人の方はもちろんこれをやらなきゃいけないということ、でもう1つはあの法人じゃない方につきましてもです、ね、こうしたことを行うことが他産業、あるいは法人であれば常識なんだということで,です、ね、ぜひ参考にしていただきたいということで書かせていただいているところでございます次お願いいたします。 次の点は都道府県の労災保険あ、すいません、都道府県のではないですけれども、労災保険特別加入の取り組みでございます。で今年、都道府県の協力を得まして、現在設置されている労災保険特別加入団体、こちらの方がですが、ね、受け入れ可能なエリア。 あるいはです、ねえー、JA の組合員のみなのかそれとも、えー、その他の方もすべて入るのかということが、ね、調査いたしまして把握できました都道府県全体のカバー率で見ますと特定の,あのこれ特定 <coughs> 特別加入にはです、ね、3種類ございまして、そのうち2つ、特定農作業従事者と指定農業機械作業従事者というものを載せておりますけれども、都道府県全域をカバーしているのは、大体17都道府県、あるいは18都道府県ということで、3分の1程度でございました。ですので、引き続きです、ね、各県協議会等におきまして、特別加入の促進と合わせまして、特別加入が行える環境の整備にもご協力いただければと思います。 次お願いいたします。最後でございます。えー、農作業安全検討会につきましてということで、えー、これ新しく会議を設置いたします。えー、操作ミスが先ほどまでの違反などにつきましてはですね、えー、現場の農業者の方々あるいは農業者団体の方々が、えー、注意するものを。 掲示したものになってございますけれどもそもそも操作ミスがあっても重大事故につながらないようにするといったことそれを農業機械の分野あるいは作業環境の面といったところでですね、やっていく必要がございますですのでこうした論点含めまして特に農業機械の安全対策等を含めまして幅広く議論を行って効果的な対策を講じていく必要がございます ということで、作業安全規範を検討いたしました、有識者会議の方々母体にです、ね、関係業界なども幅広く参集いたしまして、この会議を設置いたしまして、農業機械の安全対策等の検討を深めていく予定でございます。第1回、2月25日に開催し、本年春を目的に、具体化、中間取りまとめを進めていくことを想定しているところでございます。 えー、ルールご説明いたしますけれどもこのような取り組みを進めまして、えー、都道府県、えー、あるいは農機メーカーの皆様と一緒にですね進めていきたいと感じますどうぞよろしくお願いいたしますはい、えー、それではですね、えー、議題の一つ目の説明終わりましたのでまあ農林水産省の取り組み中心にですね、えー、ご説明ご報告いただきましたけれども、まあ、これにつきまして、えー、ご意見あるいはご質問がございましたらあの よろししくお願いしますちょっと2点ほどですね、あの私の方から補足をさせていただきたいと思いますけれども、あの資料の11ページ、出ますかね、画面で出ますかね、シートベルト、あそう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 、えっ、ー、と、そうそう、このデータなんですけれども、えっ、ー、と、 警察庁のです、ね、外閣の団体のところで交通事故の情報をかなり集めてまして、まあ、そこにちょっと一定のこう手続きをやって今回農林水産省として入手したデータをです、ね、改めてこうまとめてみると。 まあ我々がちょっと欲しかったデータが出てきたものですから、まあ、こういった形で今回は表にしてますが、まあ、さっきあの説明もありましたように、今後これ、パンフレットとかにして、ですね農家の方とか、農機の販売店の方にも、ですねパッと見て分かるような、ですね、まあ、どれだけそのシートベルトが大事なのかとか、ですね、うん、あるいは、行動走行の時にですね、あの 後部の反射鏡とかつけますけれども、ああいうことがやっぱりど,どれだけ大事かっていうのは、このデータでよく分かるものですから、まあ、こういったものをですねよくあの農家の方に理解していただくことが大事かなと思いますね、あのつさっきの端路の,の追突なんかは、ですねやっぱりその後ろからですねどれだけこう視認性を上げるのかっていうところが、とってもデータとしてもですね大事だなっていうのは分か,分かるわけでございますし、あのシートベートもですね、まあ、先ほど説明した通り、死亡率のがこう劇的にこう減少させる効果が。 ああるっていうのもありますし、まあ、ちょっとね、我々として問題だなと思っているのは、この右側の表のですね、一番右に書いてますように、シートベルトの着用率なんですけれども、まれ、あ、わとしては、ですね、シートベルトをつけてくださいねという道路走行時はも含めて、ですね、できるだけつけてください、あの取り扱い説明書を見ると、ですね、取り扱い説明書にはやっぱり作業時には必ずつけてくださいと、走行時とかですね、作業時にはつけてくださいという,うに書いてるんですけれども、これ実態としては、これ事故を起こした自動車だから、 あ、トラクターだからですね。12.5%だったということではやっぱりないと思うんですね。これ、やっぱり実態がこれぐらいの装着率しかないんじゃないかなというふうに思いますので、これを今後どういうふうに上げていくのかというのは考えていかなきゃいけないというのは1点でございます。あとですね。うんと14ページの補足を。はい、ええ、さっき熱中症アラートの話ありましたけどもまあ、これちょっとま自,自慢じゃないんですけど、今あの？ えー厚,えー、厚生労働省、環境省とです、ね、気象庁でかなりこう集中的にこの熱中症アラートの周知、まあ、オリンピックもありますので、周知活動をやっておりまして、ですね、まあ、これはとってもいいツールだなと、我々目,目を、農林水産省としても目をつけまして、まあ、各省で多分初だと思うんですけれども、あのうちの省のですねアプリにこれをリンクさせまして、ですねこれ、ポイントはやっぱりプッシュ式で情報が来るということなんですよね。 つまりあの携帯をあの閉じておいた状態でも、です、ね、あの今日危ないよっていう日の朝に、ですね、こうポーンとこう通知が来て、ですね、その個人に、あなたのエリアは今日危ない日ですよっていうのが行くというところがポイントでございまして、ぜ、ま、ひ、あね、まあ、それ以外にマフアプリ、かなりこう有益な情報、まあ、さっきの自己情報もそうですけれども、有益な情報を我々としても発信しておりますので、ぜひこの機会にですね、あの農家の方に、あのこのアプリケーションを、まあ、今、あの、 あの農家の方でもあの多くの方がスマートフォンを持っていらっしちゃいますので、ぜひこのアプリケーションを入れてくださいということをです、ね、あのこの農作業安全運動の中でもです、ね、進めていた,だきたい,いただきたいなと思います。今、1.3万人ですから、1.3万件ですから、まあ、こう桁がもう一つぐらい上がらないとだめだなというふうに思っていますので、ぜひあの協力をお願いいたします。ということで、あ埼玉県の方からあのご質問が今、ちょうど上がってきておりますので、埼玉県さん。 お願いいたします。県庁さんかな。はい、えー、埼玉県の三橋と申します。聞こえてます。ありがとうございます。はい、続けてください。十三、ね、ページの、えー、農産業での取り組み、3のところの事業について。もし差し支えなければ、もう少し詳細を教えていただけないかと思ったんですけれども。あのー。えっと、概算要求資料を見ますと、この事業。 あの民間団体等にあの補助をしてそこから、まあ、農業者等に安全指導をするというような流れになっているかと思うんですけれどもこちらの指導員の育成というものについてはこの事業を受けた民間団体の方が講師となって、えー、県の協議会等の,あの指導員候補者の、えー、指導をしていただくというようなイメージになりますでしょうか。はい よろししいでしょうか。先ほどのご質問なんですけれども、民間企業の団体の方のですね、役割としては、この事業を運営していくという形になります、で指導員のさらに指導者、上半期ににつきましては、有識者の方々など、ですね、あるいはその OB。 えー、の方々をですね、えー、と、えー、ミーティングを重ねることによってカリキュラム等を、えー、作っていくという作業をして参いる予定でございます。でその方々が、えー、先ほどおっしゃっていただいたように、えー、候補者の方々に。えー インティングと言いますかその研修を施していくというようなことを考えてございますので、まあ、その受注した方がそのままあの指導に当たるというものではございません指導に当たる方々を、えー、さらに募集していくといいますか。あの 育成していいくとうう形になりますあもう一つこの件でですね、えー、付け加えをさせていただきたいんですけども、えー、先ほど規範の中でも少し話しましたクロスコンプライアンス、えー、事業の中でですね要件として、えー、このような取り組みを設定するというものの中で、ですね我々としてはぜひですね、えー 農林水産省の事業の要件といたしましてこの農作業安全指導員の方々による研修を受けるということをですね要件としていくよう各省内でですね調整を図っていきたいというふうに考えてございますはい、以上でございますありがとうございますあ、もうついでにちょっと補足しちゃいますとですねちょっと繰り返しにもなるんですけどもえっ、ー、と。 まずだからそういった意味では令和3年はあのー、もうの県の手出しは、ま、全くない,ないんですよお金の手出しはないんで、まあ何としてもです、ね、50人。 こういう候補の人の名前を作っていただくと、あの名前のリストを作っていただくということがとても大事かなと思います。それであの、あとはです、ね、国の委託、まあ、あの補助金の定額補助しますから、その団体の方でですねあの講師を派遣しますので、あの令和3年の,あの下半期にはですね講師を各県の方に基本的には派遣しますので、まあ、そこでその候補者の方々に、ですねあのその授業を受けていただくと。まあ、大体丸1日か た多分2日、丸1日ぐらいだと思うんですけれども、受けていただくと、そうすることで、令和3年度中に各県に50人の指導者ができるというところまで、なんとか令和3年に行きたいなと思います。さっきの繰り返しますけど、都道府県の手出しはありませんので、そこまで国が責任を持ってやりたいなというふうに思っています。で、さっきのクロスコンプライアンスの話があったのは、令和4年から、できればその講師の 方50人作りますけれどもその50人の方の,あの指導を受けた農家の方に対するですね 補助金だから補助金を受けようと思うと、その50人のいずれかの方からこうあのあの検証を受けないとです、ね、いろいろなこの補助金の対象にならないよみたいなところまでやってです、ね、まあ、ちょっと強制力ということでもないんですけれども、それぐらいの力をやっぱ入れないとです、ね、さっきの,あの死亡事故の件数もそうですけれども、かなり危機的な状況になってますから、まあ、そこぐらいまで,です、ね、力を入れてやりたいなというふうに思いますので、ぜひご協力お願いできればと思います。 静岡県の方からもなんかご質問ありますけれども、静岡県さんよろししいでしょうか。静岡県地域農業課の佐藤です。す。お願いします8ページの農作業安全推進協議会等の設置についてなんですけれども、静岡県ではすでに設置をしておりますので、反映をお願いしたいと思います。 はい、承知いたしました。訂、え、正、ー、いたしました。我々の方の把握が遅れたようで、えー、資料の方をですね、ホームページアップするものも含めて修正したいと思います。よろしくお願いします。はい、えっ、ー、と、じゃ一旦ちょっとここで<あ>いいですかね。あ、そうです、ねうん。一旦ここであの議題の一についてはですね、えー、終わらせていただいて、ま、もし最後何かあればまたあの追加であのご質問を受けたいと思います。ありがとうございます。